こんにちは、ドレナーです。ということで、ジャスティンが、いよいよ、復活します。マジで待ってました。はい、ということで、皆さん、わかると思うんですけど、ジャスティンが、1ヶ月半前ぐらいに、ラムゼイ排除症候群っていう、結構珍しい病気にかかってしまって、まあ、早くても1ヶ月。で、遅くて3ヶ月ぐらいかかるって言われてたんですけど、ツアーが再開するのが7月31日からなので、約2ヶ月ぐらいで治るそうです。まあ、前回のツアーもそうなんだけど、まあ、日本公演が決まって、ようやくね、日本でライブがあるっていう時に、ほんと1ヶ月前ぐらいに、まあ、前回は、ツアーが延期になってしまって、どん底に落ちたじゃないですか、皆さん。またようやく6年ぶりに、また日本公演やるってなって、3月に決まって、チケットも全公演取って、あと、半年だっていうところでまた、ジャスティンが体調崩して、ツアーを延期っていうので、まあかなり悪循環ではあったんですけど、まあ、ジャスティンがね、体調を戻してくれて、もう完璧な状態で臨めるっていうことなので、もう本当に楽しみです。で、このジャスティスターのインスタでね、公式発表があったんですけど、7月31日から、スタートします。で、7月31日っていうのは、これはね、ジャスティスツアーではね、ないんですよね、実は。31日に行われるのが、サマーフェスティバル、ルッカっていうのかな。イタリアでね、行われるんですけど、まあ日本でいうサマソニみたいな感じです。他のアーティストもいるんだけど、その中でジャスティンが、その31日にイタリアでライブをするそうです。で、8月3日からデンマークで、ジャスティスツアーが再開されます。楽しみです。アジア公演の第1発目が10月18日、インドで開催されます。で、これ確かちょっとうろ覚えなんだけど、インドのこの会場がね、なんか7万人だったっけな。正確な情報は、ね、こちらに貼っておくんですけど、めちゃくちゃ確かね、人数が多かった気がする。はい。で、インドが終わったらマレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア。そして11月6日、タイランド。まあ、タイですね。その次、11月9日、名古屋。そして12日、大阪。13、大阪。16、東京。17、東京ということで。あっという間ですよ、もう。もうすぐじゃない。だってもう夏始まるじゃん。で、まあ夏なんて楽しいから、そんなの一瞬で過ぎるじゃないですか。で、まあ8月後半、ビリー行く人はね、8月27とか、その辺にビリーのライブがあったり。で、9月も、これね、また発表されたんですけど、キッド・ラロイと、あとスティーブ・アオキ、あともう一人ちょっとわかんないんですけど、DJ さん。この3名が、愛知で行うそうです。これちょっとね、自分行くか迷ってます。あれ、9月だっけな ?10 月だっけな、はい。行くか迷ってます。で、そして10月にもアンマリーっていうアーティストがライブを行うんですけど、それも自分は行きたいなと思ってます。で、11月ジャスティンでしょ?で、レディーガガもその前にあるのか、があったり、あとマルーファイブがあったり。もう、楽しいよね。で今回のこのジャスティンの、ラムゼイ排除症候群は、ツイッターとかでね、言われてたのが、コロナのワクチンの副作用だとか、って言っているね、なんか政治家みたいなのがいたんですけど、もう本当にやかましい、そういうの。マジイライラしたんですけど、ジャスティンもね、コロナのワクチンのせいで、こうなったと言ってないし、ジャスティンのお医者さんもそんなこと言ってないから、なんかそうやってデタラメで言う人はね、本当に、何を考えてんのかなって思いました。この1ヶ月、2ヶ月間、めちゃくちゃね、ジャスティンのことを皆さん心配だったと思うんですけど、まあ、ヘイリー曰く、まあ、ラムゼイ・ハイト症候群が発症されてから、1、2週間後で、まあ少し元気を取り戻してて、復活に向かってるよっていうインタビュー、まあこちらの、ね、動画で紹介してるんですけど、まあ1、2週間でちょっと落ち着いてきて、でそこからリハビリ、だったんだけど、そのリハビリの期間が結構長くて、まあ、1ヶ月ぐらい、ジャスティンの写真とかが全く上がってない時期だったから、その時はね、ちょっと、本当に大丈夫なのって思ったんですけど、1ヶ月半後に、ジャスティンとヘイリーとアッシャーとかが、まあ、プライベートでね、海に遊びに行ったりしていて、まあ、そのパパラッチの写真ではね、ジャスティンの笑顔が見れたり、まあ、楽しそうに過ごしているジャスティンであったり、ヘイリーがいたので、そこでちょっと自分は、安心しました。1週間後、2週間後に、ツアー再開っていうことだったので、
そんなになんだろう、ジャスティンが急いでね、ツアーを始めなきゃっていう感じではね、自分はないと思うから、本当にしっかり治った状態で、7月31日のライブを行うのかなと思います。だからちょっとね、まあ3ヶ月ぐらいかかるかなって思ってたから、まあ、正直、ジャスティンちょっと早いんじゃないのとは思うけど、それはね、まあ、ジャスティンが決めることであるから、無事完璧な状態でライブに向かってほしいなと思いました。でね、これ一回言ったのかもしれないけど、11月17日、最終日の東京が終わったら、次オーストラリアなのよ。その日にちがね、22日なんだけど、この期間5日間あるわけじゃん。まあ、時差も考えると、まあ、4日間ぐらいあるわけじゃないですか。東京終わってオーストラリアが始まるまでの4日間。これジャスティン、東京に3日2日はいるんじゃないかなと思うんですよね。まあ観光で。だから実質11月9日の名古屋。まあ前乗りして8日からジャスティンが日本にいたとして、まあ大体20日ぐらいまで日本にいるとすると、12日だから、1週間半ぐらい日本にいるってことなんだよ。やばくない？それだけです。ここからの話はまあジャスティンの話ではあるんだけど、まあ、ちょっと緩い話なので、まあ、聞きたい人だけ聞いてほしいんですけど、まあ、皆さんってもちろん美容室は絶対に行くし、まあ、サロンとかも行く人は行くと思うんですけど、まあ、自分もそのジャスティスツアーが発表されてから、まあ、日本公演が発表されてから、美容室は3、4回行ってるんですよ。で、サロンを最近1回行って、まあ、月1ぐらいで美容室に通ってるんですけど、そこでね、一つ、なんかおもろいなって思ったのが、まあ自分で行きつけの美容室がねあるんですけど、毎回ね、スタイリストの方、まあ髪切ってくれる方がね、違うんですよ。まあ指名してないからそうなんだけど、まあもちろん美容師さんと会話するじゃないですか。例えば趣味の話であったり、好きなアーティストなんですかっていう話をするんですけど、まあもちろん自分はね、ジャスティンが好きだから、ジャスティンビーバーめちゃくちゃ大好きで、今年日本公演あるから全部行くんですよねっていう話をすると、自分のことを担当してくれた方、全員そうだったんですけど、自分も行きます、東京公演行きます、名古屋公演行きますっていう方がね、全員ですよ。今までこの担当してくださった方、まあ、5、6人いるんですけど、全員ジャスティスツアー行くんですよ。やばくない？まあこれはまあ偶然すぎるけど、全員ジャスティスツアー行くってやばくない？で、しかも初めて行ったんですけど、この前眉毛サロン、ハリウッドアイブローっていう、まあ、眉毛のパーマをかけて綺麗にするっていう、まあ、サロンがあるんですけど、まあ、この通り、まあ、結構綺麗になったかなと思うんですけど、その眉毛サロンの店員さんも、まあ、自分がドリューのネックレスをしてて、お兄さんジャスティン好きなんですね。あ、ジャスティンめっちゃ大好きで、全公演行くんですよねって言ったら、私も東京行きます。お友達は名古屋とか東京も行きますよっていう人もいて、やばと。なんかさすが世界のジャスティンだなって思いました。だからなんかこんな周りにジャスティンを聞いてる人、ジャスティンが好きな人ってあんまりいなかったから、めっちゃ嬉しかったです。っていう話でした。はい、ということで今回はね、いつもとは違ってちょっと緩い感じの語る動画だったんですけど、まあ、無事ね、ジャスティンが復活したということで、これからのね、ジャスティンツアーもめっちゃ楽しみだし、まあ、日本公演が一番楽しみなんですけど、これからもジャスティンの最新情報を更新していきたいなと思うので、もしこの動画参考になるな、面白いなって思っている方は、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。そして、8月4日にね、何度も言うんですけど、イベント、ジャスティン好きが集まるビーボパーティーを行うんですけど、まだチケットのご予約、お待ちしているので、気になる方はよかったらチケットを見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。